が世界中で進んでいますが、同時に研究開発も加速しています。国産の開発に取り組む川崎市のチームを取材してきました。ワクチン開発は、川崎市川崎区にあるナノ医療イノベーションセンターで行われています。研究チームを率いる内田聡副主管研究員です。 あのこちらでですね、あのメッセンジャー RNA というのを実際に作っていただいているっていうところを見ていただきます。チームは、新型コロナが流行し始めた去年4月に発足、国内で使われているファイザー製などと同じく、ウイルスの一部を作る設計図に当たる mRNA を活用したワクチンの開発を、都内の創薬ベンチャーなどと共同で取り組んでいます。 mRNA ワクチンはウイルスそのものを体内に投与しない上人の遺伝子にも影響を及ぼさないことから、従来のワクチンよりも安全性が高いと考えられています内田さんは、コロナで実用化される以前から、この mRNA に着目し、研究を続けていました。 こういうい何かパンデミックがあったらっていうようなことも考えてましたし、メッセンジャーレネーの,あの応用先として、ワクチンってやっぱり結構有望だっていうのは、もう昔から知られてたので、まあ、あの5年ぐらい前からですね、あのワクチンの研究も、えー、始めていてで、まああの、今回のコロナをきっかけに、まあ、それをちょっと加速させたっていう。mRNA は、そのまま体内に投与すると、すぐに分解されてしまうため、 ファイザー製などでは油でできたカプセルで表面を覆っていますがその油が原因で副反応が起きることが懸念されています。一方、内田さんらが開発するワクチンは 我々が作っているワクチンの模型になっていて、やっぱりファイザーのワクチンとか、ちょっと副反応が強いっていうようなこと言われてますけど、それをできるだけ体に優しい材料で覆ってやるっていうのが、一つ大きな特徴になってきますね独自で開発したカプセルが用いられ、副反応を起こしにくいことが期待されていますさらに、先行しているワクチンでは、氷点下での保存が必須ですが、 常温保存も可能になるということです現在はマウスでの動物実験を繰り返し行いすでに有効性を示すデータも得られていて今年中に臨床試験に進むのが目標です一方でなぜ欧米諸国とこれだけ開発のスピードに差が生まれたのでしょうか 今度猿で実証するとかです、ね、あの臨床試験するといったときには、どん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 お金も必要になってきますし、例えばあのお金がもし10倍あるとです、ね10、10種類作ってこう試すことができるかもしれないですもう欧米っていうのは、うそうやってあのこういうのスクリーニングっていって、いろいろ作って、とりあえず試してみて、一番効くものを拾ってくるって、そういう作業ができるんですけど、やっぱりそこらへんなかなかまだまだ難しいのが現状ですね。アメリカでは アストラゼネカ1社への支援だけでもおよそ10億ドルの予算措置が講じられていて資金面に大きな差があるようですそれでも内田さんは輸入に依存しない体制の構築に向けワクチン開発を続けます今回のコロナにもう間に合えばそれ一番ベストですけどやっぱり次にこうやってパンデミックが来るっていうのは絶対考えられるのでその時にやっぱり日本初のものっていうのが出せるようにしたいなと思っております